はい、こんにちは、こまゆきやです。ということで、おい。今回は、ちょっとこのメンバー、アニメ派、俺、青おさん、で、こうちゃん、ラジオで、今回はホラーゲームやっていきたいなと思うんですけど、ちょっと毎年やってるワールドがあって、今回はその、多分みんな見たらわかると思うんですけど、こちらの、ちょっと壁にね、ちょっと部屋があるみたいな感じのワールドを、今回も使ってやりたいなと思うんですけど、大丈夫みんな。そして誰もいなくなった。そう、それな、ほんまに。あ、おいおい、で今回の罰ゲームはですね、アニメ屋さん。はい。という罰ゲームに、それは叩かれてる。今回の罰ゲームは、あの、バッグを紹介するということで、まあ、中身はちょっと、お前筋トレじゃないの？ん？筋トレじゃないの？筋トレはちょっと厳しいよね。あーって言うの嫌やもん。全員罰ゲームやったとしてさ、一人ずつ、あっ、うっ、みたいな感じでさ、こう、見れる。ってことでね、まあ、簡単にバッグ紹介をしてほしいということで、普段使ってるバッグでも何でもいいんで、多分みんな高いバッグを使ってることでしょう。バッグ元が割れちゃう。まあ、前回とルール同じなんで、まあ、鬼が一人でこの中に逃げるという形でやっていきたいなと思います。ということで、16分から始めて、15分になったら鬼が来るという形で今回もやっていきたいなと思います。じゃあ行くで、はーい、よーい、スタートー。ということで始まったんですけど、この懐かしのワールドね、もうここから始まったと言っても終わりやん。兄ちゃんついていこう。俺来んなって。兄ちゃんついて。いや、めっちゃおるやんそこ。おー、この手びっくりした。どこおるん？え、みんな適当。一番下、一番下、一番下とか言っていいの？大丈夫？ほんとや。俺さ、上から行ってさ、外側でさ、スッと落ち、そのまま内側に入っていけばさ、下の階行ける。いやー、でもそれやめよう。リスク高いしさ、ちょっとせこいな。ということで、お兄さん、来てください。鬼が入ってきたということで始まったんですけど、大丈夫？大丈夫？ほんまに。え、めっちゃ怖いねんけど、危険やん。大丈夫？ちょっと、いや、ちょっと待って、怖い。いや、ただ出せないよ。何言ってんねん。怖い。まあ、ちなみに鬼はね、かぼちゃつけてるので、まあ、見えない時も。横をスパッて取って通ってもさ、ワンチャンバレへん時もあるから。いや、マジ手汗が。おしっこ行きたい。え、走ってる。待って、え、誰か走ってる。待って、大丈夫みんな。みんな、あの、外側行ってくれば多分、俺のケツが見える。どういうことやね。外側でケツ見える。端っこ行き、俺のケツを拝める。鬼見えた。多分今一番下のかい。鬼、嘘、え、もう何回だっけ。一番下やね。あれ、一番下じゃないんかな。じゃあ一個上じゃない。え、一個上。俺がいるで、いないで。いや、俺今一番、え、分からへん。でも下の方におった。2番目ぐらいかな、もしかしたら。2番目俺がおるって。え、危ない。ちょっと誰かおらん。え、誰もおらんじゃない。あ、来てる。一番上。鬼。バカ嘘ついたるやん、さっき。ちょ。え、めっちゃ、はい、めっちゃ同じとこ来るやん。大丈夫？死にそうになってるけど。大丈夫？みんな、大丈夫？ほんまに。え？鬼、巻いたで。鬼の上行きました！すっごい声出すやん。おぉ、成功した。何逃げとる。うまいことあれやで、はしご上がったり下がったりして、うまいこと。これで体でつける。ゆけさんつける。なんでや。エボさん最近おらんかった。エボさんつける。あ、どうも。え、何しか見つかったら俺と兄ちゃんも見つかる。あ、そうなん。ってことはさ、妹ってるってこと。いや、そんなことないよ。絶対妹ってるやん。あの、どこにおくの。あ、おった鬼。俺の一物がエボっちのパネルに入って。おにぎりだ。やばい、怖い。上走ってた、絶対これ。え、大丈夫かな。あぶれ。うわ、後ろ来てる。なんでわかんの。え、パラパラ落ちてきたんやろ。場所わかったかもしれない。落ちてんなよ。登らなかったっけ。金大丈夫。大丈夫。巻いた。裏来てないから、さっき言ったところは安全。はしご登ってきてない。めっちゃ怖い。下行け。
相手カボチャつけてるからさ、そうですね、ワンチャン。あの、ドア入る瞬間とかにさ、あの、すれ違いは当たんないよ。なに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 、やばい、やばい、大丈夫、大丈夫、エボさん。大丈夫、ちょっと待って。もう、安定すぎんねんけど、ちょっと静かにしすぎやろ。もうね、エボさんがね、安定でよかったわ。安心したわ。ああ。安心したわ。え、何が握ったで、ね、こっち。エボさんとか言ったやろ。お、いるぞ、いるぞ、この人に。そこ。あれ、鬼来た、鬼来たかも。え、誰か動いてる今。さんが近くで動いてる。はしご誰か動いてる。はしごの誰か動いてる。うわぁ、うわぁ、うわぁ、あ、やった、すごい、すごい、マジで、マジで、ボレてない、ボレてない、ボレてないで、ボレてないで、ボレてないで、嘘、ボレてない、ボレてない、ボレてない、嘘、ボレてない。アニメラちゃんが今、この目の前通ってったで、今。わかる、え、大丈夫、どっかからなんか殴る音聞こえてる。あんなに俺、煽ったのに。たぶん、あ、カラ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 、びっくりした、びっくりした。あ、見た、上いる、あ、体でバレた、体でバレた、体でバレた。あ、そっち行き止まれちゃうから、大丈夫、大丈夫です、大丈夫です。カラー行ってる、まだ行きます、まだ行ってます。カラー行ってきてる、うぅ、でも、アデューさんカラーできてる。降りろ、回復しろ。オッケー、下へ込むっちゃう。アデューちゃん、裏っけるからね、裏っけるからね。バイバイ、皆さん。バイ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 。え、来てる？鬼来てる？来てる。鬼来てない。来てるって。俺は言っていいの？あかん。あ、いいよ。あかん。いや、いいよ。どこ？鬼、俺の方追ってんけど。あ、ゆきやさん、やばい。あー！ちょっと！素手出してもだ、今。今、素手出してもだ。やばい。車いるよ。何してんの、バカ？え、来てるで、大丈夫？いや、無視するとかないよな、まさか。あいさん、顔見とったもんな。いや、ゆきやさんで見れなかった、俺のこと。あれ？あ、俺完璧に逃げ切った、今、うまっ。逃げ切った。危ない、めっちゃ怖い。にちゃん、にちゃん、どこ行った？え、いや、あ、帰ってた。なんでバレんの？なんでバレへんの？寝てまっちゃうわ、ほんまに。あ、誰か来てるぞ。いい、バレへんの、さっきから、お前ら。何してるん？ちょっと待って、何してん？あ、怖っ。何してんの、さっきから。なんでバレへんの？え、すごかった。え、来た。え、あれさん、ここ入ってよ。ここ。なにやさん。なんでお姉ちゃん。なんで教えてくれんかったよな、ずっと教えてよ。なんで教えてくれんかったよ、ほんま。びっくりした。もう、もう、死んだ。あー、死んだ。あー、もうできてるやんけ、お前。あ、バカ、お前、何してるよ、ほんまに。よくも、あー、面白い。ゆきやさんがさ、投げたさ、スピコ鬼にかかってたで。えげいや、まだある。あ、上にもあるわ。上にもある。ベッドルームみたいなのがあるけど。でも、単体レベルだね、ここぐらい。あ、怖い。ほんまに怖い。いや、ほんまに。死なせよ。こんなとこ隠れるんですか、これ。え？ここでイモる。ここでイモる。持ってる。すごいな、エボさん、ここ。俺だけアニメさんに言って隠れてやる。強いよね、ここ。でも、バレたら終わりじゃんよ、もう、これ。あ、どうも、こんにちは。走れ。見とくから。走れ。俺のとこ通らんかな。あ、やったーって。マジか。待って。なになに、なんでバレてないね、さっきからよ。透明化ポーションつけてる？いや、ついてないけど。真横って。お前、誰か芝くぞ、今、ほんま。おい、やめろ、お前、ほんま。
いいってもう3年間お前そこおったらさバレるやん。お前どっか行けもう。お前もういいって何してるよ。もういいって。え、おたっきどうした、なんでそっち行った。おい、お前殺すぜ、マジで。マジ殺すぜ、お前。ほんまに。笑い方だ。マジ殺すぜ、お前。お前。お前、ないわ、今のは、マジで。姉ちゃん、なんかおるん？もうさ、時間ないから行きたいね、にっちゃんとこ最後。いや、来んなって。3分45秒。絶対、にっちゃんとこ最強や。にっちゃん、2個下、2個下で行くんだけど。あの部屋、追加交渉。言うなよ、来るやんけ。おぉ、おぉ、おぉ。あの部屋、マジで透明化ポーションついてる。あんちゃん、こっち行ったらバレない説。誰か走ってる。シルバニアファミリーを見てる気分。あ、2階の奥の部屋。2階の奥の部屋ね。了解了解了解。行く、出て行く、出て行く。来んなって、マジで。2階ね。後ろ来てるかな、来てないな。来てない。2階ね、2階ね、2階ね。ここそもそも。ここそう。絶対鬼来てるよ、後ろ。で、あの、緑の部屋、緑の部屋。あの、逆。逆やった逆やった。あれ、その奥やんね。行こうかな。俺めちゃ目立つし。マジで来んのって。鬼全然ちゃんとかね。よしよしよし、あと2分ね、17秒。頑張ろう、お兄ちゃん。じゃあ、こないでくれ。ねえ、来たって。あ、これ、ちゃう。これやバレン、これ絶対バレン、これいけるで。っていうのも、これちょっと逃げやすくないか、まだ逃げるから。お、ごめん、ごめん。おー、うわー、やめろ、やめろ、お前。やめろ、お前、焼き来る。うわ、待って。なんでバレへんのこれ。これ折れないんだって。え、かぼっ、うわ、また来た。あっ、ああ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 ちゃうわ、おクラ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 、ちゃちゃちゃ、一発届かない、一発蹴っとかない。コントローラーが知らん、もう後ろ来てる。ちょっといて、もうあんで、もうあんで、もうあんで、たぶんもうちょい、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 え、ちゃ、もうなる、もうなるで、たぶん。おい、おい、おお、生きてる、まだ来てるよ。あと何分、あと20秒、21秒、アニメ派さん、まあ、エボさん、かなでということで。舞台の罰ゲームは、ちょっとバック紹介なんで、まあ、アニメ派さんは社会人のバックをね、よかったら兄ちゃん、逆に並んで、ないからバック。ってことでね、次もやってほしい方は、高評価、チャンネル登録、コメントしていただけると嬉しいです。なんでみんな落ちていくのさっきから。何これ。ってことで、アニメ派さんに最後は締めていただきたいなと思います。どれアニメ派さん？え、俺これやる。意思？あ、お前やん、もうリアルのお前やん、はい。え、閉めた方がいい？うん。
ちんちん。はい、皆さんこんにちは、どうも、ガーです。バック紹介ということでね、やっていきたいと思います。まず、外側のポケットから。外側のポケットは、なんかね、この、なんていうの、外でも使える、こういうヒゲ剃りと、メイク落としシート。これメイクしないんだけど。ほんで、これ、香水だね。侍の、女性でも使えるよっていう感じの匂いのやつね。ほんで、簡易充電器。から。はい。そんでもって、こっちは、入ってない。シリクリスタルのゴミが入ってた。ほんで、中身行きましょう。中身は、一応ね、俺美術系なんで、このね、色彩カードみたいなのがあってね。こんな感じで、色彩がこう、なってるカードです。んでね、C2 の、キーホルダーがついてる筆箱と、あと、これが、このね、色鉛筆だね。美術系なんでね。ほんで、友達のサインが書いてある、メガネケース。うん、全員ただのリアと思っているね。で、こういうね、メガネですね。はい、ということでね、以上です。はい、ってことで、罰ゲームのカバン紹介です。普段学校行くときに、このカバンメインで使ってます。見てわかる通り、D の肩からかけるやつですね。で、中身が、見えるかな、はい、筆箱ね。で、さ、はい、これ財布ね。前と変わってないですね。はい、もう一個が残ってるはず。取れない、よし、取れた。ほい。はい、ファイルね。ファイル。こんだけ。これ以外持って行ってないです。まあ、教科書とかもあるけど、教科書は別にちょっといいかなということで、カバンの中に入ってるのは、筆箱と財布とファイルだけでした。バイバーイ。こんにちは、アニメです。今回、鬼ごっこの罰ゲームで、バッグの紹介してと言われたんで、バックの正体紹介します。こう後ろからつくのがバックです。